はい、どうもアザラシです。これから岡山駅から電車に乗って明日の国試1日目のために移動します。多分これで合ってます。わからん。取れた。到着。今日はここに泊まります。はい。今日こちら広島国際ホテルの5階にね宿を構えております。明日の国試本番に向けての前乗りですけど、今の時刻は19時24分、チェックイン19時にしたんでね、まあ、時間はぴったしなんですけど、ちょっと入るのも遅いかなってね。全然下見とかしてないですね。まあ仲間がやってくれてるんでね、多分なんとかなるでしょう。いや、なぜかツインになぜかツイン、一人で泊まってるのツインのベッドが、ね、なんか計らってくれたけど、別にシングルでいいんですけどね絵画がある。これはターナーですね。水彩画の巨匠のターナーですね。テレビがある。ちょっとね、ここはね電車1本で安田女子に行けるっていう、安田女子は会場なんですけど、安田女子に行けるっていう利点はあるんですけど、ちょっとね照明が暗い感じがね。この狭い机で勉強しろとか、まあ、できなくはないかできなくはないですね。まだ晩飯食ってないので食べに行かなくちゃ。空気清浄機です。でお風呂チェックですね。おお、ユニットバス、一般的ですね。アメニティも揃ってるし、まあ、かぶせもないって言ったところでしょうかね。はい。それでは、ご飯食べていきます。